長山森てる長山森てるから1902年1月18日は、幕末の薩摩藩士、明治期の官僚、政治家、千馬県御礼、新潟県令、元老院議官、貴族院直選議員、近景官指向、男爵、通称、聖衛門、社内、肖像、長野県の近代教育に尽力した。長山森テが、 ちく県立時代に書いた穂子持神社拝殿の額。薩摩藩士、長山聖弘の息子として生まれる。勘定奉行、江戸留守巨役を務め藩政改革に尽力した。母親戦争では、東西軍の薩摩藩平官軍として従軍し各地に転戦した。明治2年2月28日会計官、後藤高中用土市藩次に就任。その後、大倉省用土県、大輔。 民部省監督兼大輔を歴任。明治3年6月23日稲県出資に転じ、祖税大輔と同県小三寺心得を兼任。同県小三寺、同大三寺を歴任。明治4年11月20日稲県が廃止となり新たに設けられた千曲県三寺に就任し、1873年3月、同県令に昇進。 宿間県では教育の普及に尽力し、県内を巡回し、学生前に5学校百数十校を設置した。1875年10月、新潟県令に転任。母親戦争からの復興のため、子族女子の救済施設、旅行場の設置や、小学校の修学率の向上に尽力。1885年4月18日、元老院議官に就任。 1890年10月20日、元老院が廃止され、被職となり、近景観志向を仰せつけられ、1891年4月21日、被職元元老院議官を、異岸弁本官となる。同年4月15日、貴族院直選議員に任じられ、死去するまで在任した。1900年5月9日、勲功により、男尺を除釈。1902年、 死去。幕末、明治の基礎を舞台とした、島崎闘村の夜明け前に登場する、元山聖徳のモデルとされる。ありがとうございます。